回はみんなライバルなんですね、これ。もう私には怖いものが何もないからな。だからテレビとか言ってたのか。それクリーム色？怪しい。怪しい。怪しい。スズキヤのフォートナイトラボ。こんにちは、ことぶきみなこです。高垣彩希です。戸松遥香です。豊崎亜希です。私たち。スズキヤです。スズキヤだよ。さあ、今回はですね、またトークの結構心理戦的なゲームをやりたいと思います。はい、タイトルはタブーコード。気がつくと見知らぬ部屋にいた。え？男の声が部屋に響く。おのおのにあっ。おのおのに決められているタブーを破ると脱落だ。最後の一人だけ脱出できる、もしくは脱出コードを見つけることだな。ひどく争え、命が醜く争え。大丈夫大丈夫大丈夫、トマスさん面白いからこのまま使ってほしい。今回はみんなライバルなんだ。みんな敵だ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 。それぞれに自分が言ってはいけないタブーのお題がね、振り当てられます。タブーを破った人はその瞬間脱落となります。最後に残った一人が脱出に成功し勝利となります。もしゲーム中に自分のタブーが分かった場合は解除と宣言してからタブーを当ててください。正解の場合はタブーが解除となり、その人の勝利となります。ただし間違えた場合は脱落します。M 氏は私たちにイヤホンを通して指示を出してくれるということで、はい、とにかくタブーを破らなければいいと、そしてなるべく早く気づけばいい、自分のタブーに。自分以外の3人のお題は見れるから、そうね、落とし入れることができるから。今回でも調子乗っちゃうと自分がドボンするってことよね。そうだね、そう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 、それが怖い。だから一番理想は本当わーって話してって、みんなのこうタブーコードを引き出した上解除って言ったら一番かっこいいよね。かっこいい、一番理想よそれ。そこで抜けていくのかっこいい。いいね。うわー3人のお題を見たということで、はい、見たよ。それではタブーコードスタート。みんな元気？元気？元気？可愛いね今日も。怪しい。疑われてる。うん、もう可愛いね。みんな今日も可愛いよ。こういう。うん。パクパク。例えてみなよ。今日の自分を。あ、今日の自分。みんなじゃひ、そうね、みんな一人ずつ今日の自分を。今日の自分を？うん。今日の自分は、うん、スフィア。あ、腰マークだもんね。そう、いっぱいあります。うんうんうん。え、それクリーム色？怪しい、怪しい、怪しい。なんだ？怪しい。何が？がこれだよ。引っかからないぞ。これだよ。星だね。でもちょっとね、カーテンとね近いかもしんない。うんうんうん、なるほどね。欲しいのか、これが欲しいのか。大丈夫です。大変だね。え？嘘。トマスさんのタブーコードは1分間誰のことも褒めない、褒めないでした。でも最初は言われないよ、可愛いって言ってたから。私褒められてないか。そのまま続けるんだ。そのまま続けるんだ。お前ら全員敵だ敵だ。もう私には怖いものが何もないからな。強い。次誰？よかった。
私、私も似てるかも、うんうん、なんかそれは何の素材なの、それはビニール、これ何だろう、なんかテカテカしてる、ビニール、あ、星だ、ビニールの服、星一緒だね、あ、本当だ、星だね、なんかあの、あれだ、あったかそう、今日はね、うん、暖かくしました、寒いんだ、本当に電波悪い、どうしたの、みなこ先生、みなちゃん電波悪い、みなこ先生、そうですかね、そっちは結構長袖が多い、はい、うんうん、寡黙じゃありません、うん、寡黙じゃありません、そうですかね、いやいやいや、こういうのもいいかなって思って、そうよね、選んでみましたよ、うん、なるほど、ね、素敵、いいと思う、ありがとう、はい、私はね、寒いから上着を着てます、ね、まだね、そう、ちょっと寒いのね、頭だけリゾーティーですけど、秋の今日のポイントは、テーマ、うん、今日は、え、今日、今日ミルクミルクどういうこと、ミルク、ミルクちゃん、ミルクちゃんなの、ミルクちゃんなの、ミルクどういうこと、ミルクどういうこと、ミルクちゃんミルクちゃんなの、姫様みたいだね、ミルクか大福そんな感じで今日のテーマはミルクでした、ファンタジーな感じする今日の秋は、うん、ありがとう、ふわふわしてるね、会話も、会話もふわふわして、そうなんだよ、中身がないんだよね、難しいわあれ、ちょっと待って、もう5分、特別ルール、特別ルール、ほとぶきから解除、気温、温度、天気や気象情報の、あー惜しい、さよなら、これであきちゃんが、はるかと同じ世界、あれ、あきちゃん、あきの勝ち、え、これ何、生き残ったらこのかっこいいシーンできるってこと、そう、あきが一人生き残り、解除動物、生き物、なんで、あー、全然、あ、だからふわふわとかって言ったんだ、いや、これ難しいしさ、結構ワードだけかと思ったらさ、はるかのタブーコード何あれ、私なんだろう、自覚ないまま脱落したんだけど、そうだよね、引きが悪くて、引きが止まったんだ、引きが悪かった、めっちゃ怖い、コード2回戦目スタート、ごきげんよう、ごきげんよう、また、うん、このわしごきげんよう、うるわしゅう、みなさん、今夜のお夕飯は何を食べるの、あって、あって何、お夕飯、いや違う、あ、みなこは、うん、あれ時間夜じゃん、あ、そう、夜、そうそう、今何時、朝、違います、違います。今はですか？今言ったらってこと？言ったよね。今パンね、夜パン、いいな、夜パン、イエーイ、早い、何の名前でした、怖い、早い、夜パン、あきちゃんとあやひの怖い、待って、勝てる気がしないんだけど、ゆっくり行こう、ほんと、そうだね、あやひは一回忘れよう、いろいろ、私も楽しく話しよう、さっき、あの、牛丼食べちゃったので、うんうんうん、あんまり今はね、お腹空いてない、確かに、そっか、牛丼ね、なんかさ、牛丼だけでいいの、食べるのそう、さっき牛丼食べたからお湯は、うんうん、別にいらないかなって思って、え、牛丼はさ、牛丼はさ、どういうのが好き、
いつもさ、注文するときどうやって注文するの？どうやって注文する？うん、私はね、つゆだく、卵入り、とろろ、今日はね、わさび甘かけ、ネットで注文したので、うん、うんうん、特にオーダーはしてない。え、単品？単品？単品？すごいシンクロしちゃった。牛丼です。牛丼、牛丼です。なるほどね。え、アキ、パンはどうやって食べるの？今日はトーストにするよ。あー、いい。トースター、あれ、いいね、確かアキちゃん美味しいトースター持ってた。そうよ、そうよ。いいな。なんか水入れてね、なんかそしたらなんか水蒸気がふわーってなって、なんかふわふわになるの。なんか流行ってんだよね、そうやって水とか入れるやつ。今他にもいっぱい出てて、でも私は結構、そう、それこそね、打ち上げとかでもらったやつなの。すごそう。打ち上げでさ、うん、一番いいもの当てたのって何？今まで。なんだろう。いっぱい当ててそう。いっぱい当ててる。ね、私シアター、なんていうの、ホームシアター、はいはいはい、映し出せるやつ、家で、私ランティスさんの新年会で50インチのテレビ、あ、そうだった、当てた、当てた、そうだったね、うん、あ、た、私これ、何それ、ん、何それ、これ、はい、ちょっと思い出せない今ちょっと思い出せないかも。怪しい、うん、怪しい、ちょっと思い出せないかな。そうよ、ほんといろいろだよね、なんか食べ物からさ、うん、こういう家電系からいろいろあるよ、ね、うん、お肉当ててたりもしたよね。そう、当ててた、お肉とか、うんうん、お酒とかもあったかな、うんうん、私ね、ちなみにね、今日はね、お昼ハンバーグだった。ハンバーグ作ったの？作ったの、うん、食べたの、できてるやつ。そしたらね、それがね、もうね、肉汁が滴るね。あ、ちょっとほんと見てほしい。あの、なんか溢れ出す肉汁。もうね、はるちゃんとか絶対好きだと思うよ。大好き、そんな。食べたい。うちだけ？最近なんか美味しいもんとか食べた？食べまくってるよ。うん。ハンバーグもうまそうだし。ハンバーグ美味しいね。いいもん食べたいな。そうだね、食べたいね、いいもん食べたい。うわ、終わっちゃったよ。あ、解除、はい、解除する。なんか汁とか水分、飲み物、なんか水っぽいもののこと。うわ、やったー、よく分かったね、すごい、よく分かったね。あきちゃんが当てたら、うん、ドロー解除。家電機械、おいしい、10万円以上のものでした。あぶねー、高級なもの。てか、そんなないよ、パソコンくらいだよ。あ、だからテレビとか言ってたのか。そうそう、でも私、あの、あきちゃんのこのトースターもしかして10万円以上しないのかな。しない、しない、しないよあ、でも一応じゃあ私が今解除。お、あ、そうだね、おめでとうって言って。おめでとう。おめでとう。はい。というわけで、この動画がね、良かったよと思った方はぜひいいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、スミヤでした。